はい、どうも、アトです。今日はですね、ランキング動画第3弾ということで、絶対に読んでほしい競馬本ランキングについてやっていきたいと思います。まあ本当にね、競馬の本って言ったら、無数にあるわけですけども、まあ僕がね、独自に、いろいろ見てみてですね、選んだ本を、絶対ね、みんなに見てもらいたいという形式で、紹介していきたいと思います。まああんまりね、ちょっと古すぎるのは、やっぱり競馬もね、年々アップデートしてってるんで、比較的新しいものからね、3つ選ばせていただきましたんで、ご覧ください。はい、ではまず3位の方からですね。はい、こちらの馬券術政治騎手名鑑2024っていう本ですね。まあ簡単に言うとジョッキーについて全て書いております。まあこの作者の方がですね、まあ独自に仕入れた情報とかもあるんですけども、とにかくもう騎手ジョッキーについてはもうこの本1個で全て賄えるっていうぐらいめちゃめちゃ細かくすごく書いてあるんですよね。で、どういった中身かっていうと、まあ、完全に騎手に特化した本なんですよね。で、しかもその数がなんと100人いるんですよ。まあ、だから去年のリーディング上位100人を全てこと細かく書いてあるんですよ。僕こんな本見たことないなと思って、これは本当に労力もすごいし、本当感心しましたね。で、例えばね、どういったことが書いてるかっていうと、まあその騎手が得意な分野とか、まあ苦手な分野とか、まあいろいろ書いてあって、例えばね、まああんまり一般の方では知り得ない、どこのバックアップを受けてるとかね、どこの調教師という厩舎とね、仲がいいとか、いろいろそういったとこまで、こと細かく書いてる、本当にすごい本ですね。で、じゃあこの本はね、どういった方に読んでもらいたいかってお話なんですけども、もう本当にね、騎手の情報を知りたい方にね、読んでもらいたいですね。僕はね、結構ジョッキーを重視する人間なんですけども、まあ正直ね、僕競馬の予想って結構、本当にここ最近は騎手が重要だと思ってて、ね、どんなにいい馬、どんなにいい仕上げで馬が来ても、結局ね、最後に決めるのは騎手なんですよ。騎手がミスれば終わりなんですよ。だから、僕は騎手を重視するんですよね。だから、皆様にね、もしあんまり騎手を重視してない方とかね、まあ、結構気になるって方は、ぜひね、この本を読んでみたらいかがでしょうかということで、第3位ですね。はい、お次は第2位ですね。はい、究極の競馬ガイドブックという本ですね。まあ見てもらえばわかる通り、まあ比較的ね、初心者の方に向けた、まあ、競馬の本なんですけども、一見ね、本当にコテコテの初心者だけかと思いや、結構ね、最後の方いろいろためになることも書いてある本なんですよね。で、まあどういった内容かというと、もうとりあえず、すっごい見やすいんですよ。文字も大きくてイラスト付きでカラーなんで、すごいわかりやすいんですよね。そこまでめちゃめちゃ細かくは書いてないんですよ。で、とにかく、もう最初競馬始めた方は、この本を読んでおけば、もうどうにかなると思います。まあ、例えばね、今見てる方がベテランの方だったら、例えばね、自分の周りに競馬始めたよっていう方がいたら、ぜひね、この本をおすすめしてあげたいですね。で、その中にはね、もちろん最初の、初心者講座ですね、新聞の読み方とか、その馬券の買い方についてもね、こと細かく書いてあるんで、まあ、とりあえず、そういったところですね。まあ、基礎がね、詰め込まれた素晴らしい本になっております。まあ、だから言った通りですね、初心者に、すごくおすすめな本で、まあ、ただね、初心者だけじゃなくてね、僕みたいな、まあ、結構ね、ベテランの人間も、あ、そういえばこういったのあったなとか、あ、そういえばこれ忘れてたとか、結構ね、初歩的なことをね、再確認させてくれる、本なので、その辺も僕はね、素晴らしいなと思いましたね。で、もちろんね、競馬を知りたい、楽しみたいって人にも、すごいいい本だと思います。はい。では、堂々の第1位ですね。はい。神の馬券術。まあ、サブタイトルで年間収支をプラスに変える43の奥義。というですね。まあ、芸人のキャプテン渡辺さんが書いた本ですね。これはね、本当にすごいですよ。まあ、僕もね、もう結構競馬詳しいつもりなんですけども、ああ、確かにとかね、ああ、なるほどっていうのを思わされることがすごくあったね。本当にためになる本です。で、まあ、どんな内容かっていうと、まあ、キャプテン渡辺さんがね、まあ、書いてるんで、まあ、そのキャプテン渡辺さんがね、なんでこういった馬券を買ってるのかっていうのがね、いろいろわかるわけですよ。で、僕ね、前回の動画で、まあ、キャプテン渡辺さんを本当にすごい競馬予想家で挙げたじゃないですか。で、キャプテン渡辺さんってめちゃめちゃ馬券絞るんですよね。単勝と馬連ワイド、まあ、3点とか。じゃあなんでキャプテン渡辺さんがそういった買い方をしてるのかっていうのを、まあ、こと細かく書いてありますよね。で、キャプテン渡辺さんもちろんね、めちゃめちゃ当たるし、年間収支プラスなんで、すごく参考になります。で、2番目が、これ、まあ、結構細かいんですけど、馬タンの極秘〇〇。まあ、これはね、見てからのお楽しみなんですけども、まあ、この内容はね、馬タンについて事細かく書いてあるんですけど、
で、僕はね、そこまで馬単買わないんであれなんですけども、あ、確かに馬単ってそうやって買えばいいのかとか、あ、確かにそうだわってね、今までの競馬本とかね、そういったので全く書いてないことがね、馬単について僕は書いてあると思ったんで、あ、これはなるほど勉強になるなと思いましたね。まあ、それはね、ぜひこの内容を見てからのお楽しみですね。で、3番目はね、まあ、これはね、僕もよく言ってるんですけど、予想よりね、結局馬券の買い方が重要だと。いくら予想が上手くても、馬券の買い方を見せれば当たらないんですよね。ってことをね、まあ、本当にこと細かく重要視しております。当然ちゃ当然なんですよね。結構これね、忘れてる方が多いと思うんで、まあ、僕とね、本当に意見があって嬉しいなと思いました。で、まあ、こういった方に買ってほしいとはね、まあ、基本的にね、この本はまず初心者向けではないかなってのがあるですね。初心者の方はさっきの、まあ、究極の競馬ガイドブック読んでいただければと思って、まあ、それ以外の方は、まあ、このキャプテン渡辺さんの本を絶対読んでほしいかなと思いますね。で、特に、まあ、もちろんね、まあ、多分ほとんどの人がそうなんですけど、馬券で勝てない人。で、結局ね、じゃあ競馬で勝ってる人ってどれぐらいいるかって言ったら、大体 5% ぐらいなんですよ、上位の。あとはみんな回収率 100% 切ってます。競馬で勝つのってそれほど難しいんですよ。もっと多いだろうって言うかもしれないんですけども、実際はもっと少ないです。競馬で回収率 100% 超えてる人。なので、もう本当に、ね、例えばじゃあ競馬を長くやり続けて全然勝てないとか、まあ、ここ最近ちょっとね、馬券の調子悪いなってことは、ぜひね、これを読んでいただきたいですね。まあ、僕もね、本当に競馬をね、結構も知ってるつもりなんですけども、本当にね、再確認させてもらうようなすごい内容がね、揃った本なんで、はい。まあ、特にこれはおすすめしますね。まあ、ランキングもね、まあ、正直言って、まあ、第1位、多分これを超えるものは僕ないと思ってて、まあ、過去にもね、いろんな競馬本を僕読んだんですけども、例えば決闘とか、その調教とか、ババとかコースにも読んだんですけども、まあ、結局、まあ、馬券の買い方がね、一番、まあ、重要なのかなとも思ったんですよね。絶対にこれはね、本当に、まあ、競馬ある程度長い人だったら、間違いなく僕は買ってほしい本だと思いました。っていうことですね。まあ、神の馬券術っていう本。まあ、正直言ってね、タイトルが結構ね、まあ、そんなにハードル上げて大丈夫なんかってお話なんですけども、それでも僕は本当に、正直すごい本だと思いましたね。僕はこれが本当に今熟読何回かねさせていただいておりますし、まあ、僕もねちょっとねここ最近、まあ、若干不調気味なところがあったんでね、あの馬券の買い方をちょっとね変えて、まあ、早速ねあのスパーキングサマーカップで結果が出ましたし、まあ、これはね本当にキャプテン渡辺さんのおかげでもあるのかなとも思いますね。はい、ということですね。これで以上になります。で、今紹介した本はですね、すべて概要欄に貼っておきますんで、こちらから、ぜひね、ご購入していただければと思います。まあ、本の値段もね、1000円ちょっとぐらいしかしないんで、まあ、普通に全然ね、買っていただけるものだと思うんで、ぜひね、競馬で困ってる方とか、まだ勉強したいよとかね、楽しみたいよとか、当てたい方ってことは、ぜひね、この本を参考にしてもらえればいいと思います。まあ、もちろんね、その他いろいろ競馬の素晴らしい本はあると思うんですけど、まあ、今回ね、特にすごいと思った、上位3つを紹介させていただきました。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。